マイナス10キロ痩せるチーズの食べ方をお伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、痩せるチーズの食べ方、そして選び方が分かることで、あなたは美味しく食べながら痩せることができるんですよ。ぜひ最後までご覧くださいね。このチャンネルでは、このようなさまざまな腸活をベースとしたダイエット法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンや、またチャンネル登録、そして LINE 登録していただきますと、とっても嬉しいです。今 LINE にご登録いただきますと、この腸活ダイエットの今すぐできる簡単な方法ということで、動画4本プレゼントしております。ぜひそちらもご参考にされてくださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜチーズを食べると痩せることができるのかっていう、その理由なんですが、普通こうチーズと聞いていかがですか？なんかこう高カロリーで、もうとてもじゃないけどこうダイエットの敵みたいなね、イメージお持ちの方も結構いらっしゃるんですけども、実はチーズってダイエット向きの食品なんですよね。その一番のポイントは発酵食品だからなんです。この発酵食品を摂ることで、あなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌がですね、一番やっぱり多く含まれている食品というのがこの発酵しているものなんですよね。もちろんこのチーズも代表的なものですし、他にもお味噌汁であったり、ぬか漬けやキムチ、ヨーグルト、納豆などもそうですよね。こういった発酵食品を摂ることで、あなたの腸内がその痩せ菌でこう満たされるわけですから、そうするとあなたはその自然と痩せ体質になることができるんですよ。逆にこういった発酵食品を全く摂りませんという方はですね、やはり善玉菌の数が少ないんですよね。その結果、結局その悪玉菌の方が割合が増えてしまうわけです。そうすると悪玉菌というのはですね、まあ、別名デブ菌と言われて、まあ、悪者になるわけですよね。そちらの方がですね、増えてしまうと、そのどんどん栄養ですね、まあ、余分にその軽く吸収してしまうというのが、そのね、悪玉菌の悪いところなんですよね。なので私のクライアントの方にもですね、ダイエットの相談を受けるときに、先生、私ですね、そんなに食べてないんですって、そんなにね、太るほど量食べてないのに、なんで太るんでしょうかっていうね、ご相談も多いんですけれども、それはその方の腸内環境が悪いからなんですよね。なのでそんなに量は食べた記憶もない、もちろん食べてもないのにもかかわらず太っているということはですね、その方、まあ、あなたももしかしたらそうかもしれません、あなたがお悪いのではなくって、腸内環境が悪い、特にその悪玉菌が優勢だからお悪いわけなんですよね。悪玉菌が多くいるっていうだけで、同じ量をですね、例えば召し上がる方でも A さん B さんいらっしゃったら、その痩せ菌が多い方は太りにくいんですよね。なぜかというと、そんな吸収しないから。で、悪玉菌が多い方っていうのは余計に吸収してしまう、そしてまたその悪玉菌が大好物のですね、太る食べ物が欲しくなっちゃうんですよね。以前の私もそうだったんですけども、甘いお菓子とか、私は和洋どっちも甘いものいけてましたし、そんなにね、脂っこいものはそこまで欲しくはないんですけども、やっぱり小さい頃からポテチとか食べてましたしね、スナック菓子とか、そういったのってやっぱり手拭きの大好物なんですよね。そうするとやっぱりやめられない、止まらない、その悪循環、たとえ量が少なかったとしても吸収することが、もう悪玉菌のね、まあ、おかげさまと言いますか、余計なんですけれども、悪玉菌がいるおかげでその吸収してしまうんですよね。なのでやはりその腸内環境の、その痩せ菌なのかデブ菌なのか、そこの割合の違いで、こんなにも同じ量を食べても太る太らないっていうのがね、分かれ目になってきますよってことになるんですね。ではここから2つ目の項目に移ります。どんなチーズを食べれば痩せることができるのかということで、ダイエット効果と具体的なチーズの種類をお伝えしていきますね。こちらです。チーズダイエット効果は、まずは項目1つ目でお伝えした通り、発酵食品だからですよでしたよね。この発酵しているというこの過程自体が、その消化にも負担をかけないんですよね。例えば牛乳のままよりも、やはりこうやってチーズになった方が、発酵過程を得ていることで、その消化にですね、一役まあ買ってくれるわけなんですよね。そうすると腸に負担をかけなくて済むわけです。しかも発酵してますから、もう一石二鳥ということになるんですね。
そしてまたもちろんチーズというのはその動物性のタンパク質ですから脂質は入ってます、入っているんですけれども、なんとお肉のタンパク質と比べるともうこの分解する力が 4,5 倍あるんですよね。結局脂肪をその分解してくれるその作用が強いわけですから、いつまでもその残らないということで吸収しにくい油と言えるんですよね。そこも嬉しいとこですよね。そしてなんといっても豊富な良質のタンパク質が取れます。このタンパク質がやはりダイエットを成功させるためにはもう必要な栄養素になります。このタンパク質がないと代謝が落ちてしまって燃えにくくなってどんどん脂肪がたまるというそのこう悪いねサイクルに入ってしまいますから、まずはここでしっかりタンパク質も取ってしまいましょうということで、チーズがおすすめなんですね。そしてまたチーズのすごいところは低 GI 食品なんです。結構ねカロリー高めで気にするわっていう方も多いんですけれども、先ほどすいません別動画でもね私お伝えしてるんですけれども、やはり太る原因の一番のですね、まあ、ものは糖質なんですよね。まあ、糖質とは何でしょうかっていうので、例えばまあ白米だったりパンとかパスタとかラーメンとか、ああい もう糖質のこう塊みたいなねものがやっぱり一番太るわけなんですよね。ところがこのチーズは低 GI 食品といって、その糖質量がですねやはり低めになりますし、そもそもその低 GI ですから糖質を取るんだけれども一気に急上昇しないんですよね。緩やかに血糖値が上がる食べ物ですから、一気に脂肪を溜め込まずに済みますよっていう食べ物になります。そしてなんといってもチーズには実はビタミン B2 がとっても多く含まれているんですよね。そのことでなんとなんとどんどん脂肪を燃やしてくれる効果があるんですよ。もちろんね他の食品にもビタミン B2 入っているものありますけれども、このチーズを召し上がっていただくとこの脂肪燃焼効果もゲットできるということになるんです。そして最後なんといってもその食欲を抑えてくれるレプチンというものをこのタンパク質をしっかり摂ることでどんどん出すことができるんですね。でこのレプチンのすごいところは体重が増えてしまう、その体重が多い方ほどよく出るって言われてます。なのでこういったチーズをしっかり噛んでいただいて、このレプチンの効果を味方につけながらしっかりと満足感を得て食べ過ぎ防止にして、しかも腸内環境が整って脂肪も燃焼効果があって溜め込みにくくて栄養価も豊富って、これすごいダイエット効果がありますよね。そしてここから具体的にもう何千種類もあるそのチーズの種類の中からどのチーズがダイエット効果が高いのかということをあなたにお伝えしていきますね。まあ、何をですか、どんなチーズなんでしょうかということです。それはこちら1番から5番のチーズがダイエット向きのチーズになります。でこの順番はカロリーが低い順番に私書いているんですね。一番その例えば 100g であれば、その 100g のこのチーズのカロリーが一番低いのはカッテージチーズになります。そして2つ目が2番目に低いのがリコッタチーズ、そしてその後がモッツァレラチーズ、そしてカマンベールチーズ、ゴーダチーズ、この順番でまあだんだんカロリーが上がっていくんですよね。そしてもちろんそのカロリーだけ見るとこの順番がまあ一番痩せるんだなっていう形にはなるんですが、ここからさらにワンポイントアドバイスです。この中のチーズですね、一番糖質が低いチーズというのはどのチーズだかお分かりですか？それはこちら4番目のカマンベールチーズがね、糖質がこの5つの中で一番低いチーズになるんですね。やはりお伝えしております通り太る元というのはやっぱりね糖質なんですよね。なので糖質制限で頑張っていらっしゃる方でもやっぱりチーズ食べたいなと思っていらっしゃる方におすすめなのはこのカマンベールチーズになります。そして次にその代謝を上げるためのタンパク質、もちろん全て含まれているんですけれども、この中で一番タンパク質量が多いチーズはどれだと思いますか？それはこの5番目のゴーダチーズになるんですね。ですから例えばカロリーだけを気にして今日コントロールして食べたいなチーズどれにしようかなと思う日はこのカッテージチーズがもちろんおすすめなんですよね。脂質も低いです、カロリーも低いです。だけれども例えば今日振り返ってみてお食事のメニューでちょっとタンパク質がしっかり取れてなかったなとか、ちょっと運動するからとかね、そういった方というのはやはりタンパク質量が一番含まれているこのゴーダチーズがいいわけです。
あとその糖質が原因で一番太っているんだってその体質の方はですね、やはりこの中ではカマンベールチーズが糖質量は一番低いわけですから、あなたの体調やその日のスケジュールに合わせてこのチーズを選ばれると一番いいと思います。それでは最後の項目です。3番目、どのようにこのダイエットチーズを食べるともっとダイエット効果を上げることができるのかっていう、その具体的な食べ方とそのさらに種類のですねポイントをお伝えしていきますね。私は今このようにダイエット向きのチーズはこの5種類、おすすめチーズ5選と書いてますけれども、この5つなんですよとお伝えしましたよね。そしてチーズによっては脂質が低かったり糖質が低かったり、またタンパク質が一番多かったりってありましたよね。それはやはりその時に合わせていただきたいんですけれども、もう一つ大事な選ぶポイントがあるんですね。それは無添加であることです。例えばチーズを選ぶときも私も本当一苦労なんですけれど もうとにかく添加物が入っているチーズが多いんですよね、それはその製品にする過程で仕方がない部分もあるんですけれども、本当にね、香料だったり pH 調整剤、あと安定剤とか、もうなんでこんなものいるのかなってやっぱりいっぱい入ってます。ですからこちらのチーズダイエット向きなんですけれども、このチーズの原材料名をしっかりチェックしていただいて、余計な添加物が入っていないチーズを選んでいただきたいですね。でポイントは、選ぶポイント、原材料名が生乳と食塩のみでできているナチュラルチーズを選んでください。そうすれば無添加のチーズになりますから、もう安心して美味しく召し上がっていただくことができるんですね。で1日あたりのチーズの摂取量なんですけれども、よくその平均的には 100g までってね、よく聞くんですけれども、やはりダイエット中であれば 100g でちょっと多いなって思うんですね。やはり、どんなにその食べたいなと思われた日があったとしても、やっぱりですね 50g までぐらいのその前後ぐらいの量を召し上がっていただくといいなと思うんですね。なので1日あたりのチーズの摂取量はもうダイエット中でしたら 50g、そうでない方でしたら大体 100g までが目安と覚えておいてくださいね。次にもう2つ目のダイエット効果を上げるポイントですけれども、それは30回以上よく噛むということですよね。やはり噛むことで満腹中枢が刺激されますから、食べ過ぎ防止にもつながります。でないと、私もそうなんですけども、チーズ大好きなんですよ。もういろんなチーズ何でもいけます。ちょっとね、匂いのきついものでも結構ね、いけちゃうタイプなんですよね。結構匂いがね、苦手っていう方もいらっしゃると思うんですけれども、そういった時はちょっと他のものと一緒にセットで召し上がるっていうのも手ですし、もうとにかくチーズってですね、私も実はね、食べ過ぎちゃう日もあるんですよね、美味しすぎて。ですからもう最初からですね、そのカットしておくっていうのもいいと思うんですよね。なのでこのポイントは、よく噛んで適量を食べることということが、そのダイエットにつながる食べ方ということになります。そしてチーズの単品ではなくてですね、例えばおやつの代わりにチーズというのもいいんですけれども、その時にチーズとある食品を組み合わせることで、またさらにダイエット効果が上がることもあります。例えばおやつタイムでしたら、日頃召し上がっているような、例えばそうですね、やめたいなと思ってる、太るお菓子、チョコとかケーキとか、そういった甘いものの代わりにこのチーズに置き換えていただくだけでいいですよね。さらにやっぱりダイエット中っていろいろ我慢することもあると思うんですよね。もう食べたいけど、でもやっぱりやめとこうって一生懸命頑張ってらっしゃると思うんですよ。私もそうでした。その時にやっぱりね、我慢だとその反動が出ませんか？あんなに3日間頑張ってね、やめてたけども、ちょっとしたきっかけでちょっとつまんだ、あれが悪かったみたいな、あれさやめとけばみたいな、ありませんか？ありますよね、わかります。でその時にやっぱりそれはストレスが原因なんですよね。ストレスが溜まってしまうと、やっぱ食べる方に手がこう走ってしまうわけですよね。ですからその手をですね、伸ばすのをやめるためにも、そのストレスを緩和する食べ物とこうセットでチーズを召し上がると良いんです。そもそもチーズはカルシウムが豊富ですよね。このカルシウムがストレスを緩和させるために役立つんですけれども、そのカルシウムの効果をさらにアップさせるために、やっぱりマグネシウムと一緒に食べるっていうのがね、すごくストレスの、その緩和につながるんですよね。その時におすすめなのがこちらです。
こちらはですね、素焼きミックスナッツです。もう全くの無添加です。もう食塩すら入ってないっていう、もう本当そのまんまのナッツなんですけれども、こういったナッツとそのチーズをセットで召し上がることでストレス緩和にもできますから、そのストレス対策ができれば食べ過ぎ防止にもなるので、ぜひチーズの食べ方の一つ目としてはやっぱりですね、このように組み合わせも工夫されるといいと思いますよ。そしてまたチーズといえばですね、いかがでしょうか。おつまみにもよくね出てくる、まあ、代表だと思うんですけれども、このおつまみということはアルコールが入るわけですよね。ただここであの糖質が高いアルコールとセットで召し上がってしまうとやっぱり太ってしまうわけです。そこで例えば夜ちょっとねアルコールも一杯欲しいな、そのおつまみでちょっとチーズ食べたいなという時はおすすめがあります。それはこちらです。酸化防止剤無添加のワインです。でこれはね、もう私はあの全くお酒飲めない方ではないんですけれども、かといってじゃあたくさん飲めるかってそうでもないですね。もうだいたい1杯多くて2杯ぐらいでもう大満足するような人なんですよ、ね、いいでしょ必要ないんです。もう3杯目になったらもうちょっとね、あの美味しさがもう分からなくなってきちゃうんですよね。もう受け付けないと言いますか、1杯目の美味しさじゃないんですよね、まあ、そのような、まあ、体質なわけですよ。なのでその1杯飲むわけじゃないんですけれども、やはり1杯ぐらいはここ大事ね、同じ1杯と1杯ってね違いますよね。そうなので私がやっぱり選ぶのはこういった酸化防止剤のこういった薬品が入っていないものを選びます。いろんなね有名なワイン、美味しいワイン、ワイン通の方ならねあのいらっしゃると思うんですけれども、やっぱり特に輸入品とかはもう酸化防止剤入ってるじゃないですか。私はあれが嫌なんですよね、飲みたくない、薬品が入ったら飲みたくないので、私はこういった酸化防止剤無添加のしかもあの赤ワインを選ぶようにしています。でなぜ赤ワインかと言いますと、やっぱり赤ワインの方がポリフェノールがやはりたくさん入っているんですよね。そのポリフェノールがこのチーズにまあ含まれているその脂質ですよね、脂肪分をそのギュッと抑えてくれる効果がやっぱりポリフェノールにはありますから、ワインとチーズをセットで召し上がることでその脂肪の吸収をまあ抑えることができますよということで、おすすめの食べ方飲み方になります。では最後に私がおすすめする無添加のナチュラルチーズを最後あなたにお伝えしたいと思います。あのいろいろあるんですけれども、先ほどのこの太るもと糖質が一番低いこのカマンベールでは、私は選んだのがこちら。あのいっぱいね種類あると思うんですけれども、一つ目はデンマーク産のナチュラルチーズ、アーラのカマンベールチーズになります。でこちらが 125g 入っています。そして同じカマンベールなんですけども、こちら国産ですよね。雪印さんの北海道の生乳 100% 使ったカマンベールチーズがあります。でこちら同じカマンベールチーズなんですけども、やはりですねあのカロリーとかあのタンパク質がやっぱ若干いろいろ違う点が出てるんですよね。例えば同じ 100g なのにあのカロリーはこっちの北海道の国産の方がやっぱ高めなんですよ。310キロカロリーで、こちらが291キロカロリーなんですよね。で実はタンパク質がもう見事に一緒、 18.5g なので、ここはもう引き分けなんですよね。そして脂質です。気になる脂質はやっぱりこっちの北海道の方が多くて 26.1g で、このデンマークの方が 24.0g です。そしてただ、カルシウムがこちら、あカルシウムもこちらも高いですね、499で、こちら420なんですよね。で糖質もほとんど、ないですね。この北海道の方もあの 0.0 から 4.9、 この幅がすごいですね。やっぱりその時のチーズの状態で違うんでしょうか。これはやはり多少やっぱ糖質は入ってはいるんですよね。こちら あのデンマークのチーズの方は糖質は書いていないので、ごめんちょっとわからないんですけれども、まあ、ゼロではないけれども低いですよということですよね。このおすすめのダイエットチーズの中でも糖質が一番低いのはこのカマンベールチーズで、このカマンベールチーズの中でもやっぱりね余計なね添加物が入っているチーズ結構あります。着色料が入ってたり香料が入ってたりですね、そういったのはあの乳化剤とか余計なものが入っているのは買わないようにされると、あなたの腸が元気になって痩せることができますから、参考にしてみてくださいね。あの他にもね、どこだか明治の十勝さんとか、明治の十勝のカマンベールもこの雪印さんともほぼ変わらなかったと思うんですけれども、やはりチェック必要ですよね。この原材料
生乳と食塩のみでできているこのカマンベールチーズおすすめになります。で、食感はこのデンマークのが結構硬いんですよ。本当プロセスチーズ以上に歯ごたえがあって結構硬いんですよね。で、こちらはもう山々です。本当にチーズフォンデュみたいなねぐらいにこうプニュって出てきてすごく美味しいので、どちらも楽しめると思いますのでぜひ参考にしてみてくださいね。ちなみに私のマナ娘、一人娘はですねこちらの方が好きって言うんですよね。なぜかというとなんか柔らかいのが苦手だし匂いがね気になるって言うんですよね。彼女はこっち、私はどっちも OK なんですね。で、彼女が言うにはこのデンマーク産の方を若干軽くレンチンしてちょっとね柔らかくする時の状態が一番美味しいって言ってました。それぞれですよね。あなたもぜひ試してみてくださいね。で、もし美味しい食べ方発見されたら私までぜひ LINE までメッセージくださいね。皆様にシェアしたいと思います。そしてもう一つです。この3つ目、カロリーが3番目に低いモッツァレラチーズというのもモッツァレラってですね、まめてますちゃんです。モッツァレラってですよ、よく液にこう使ったまま売られているケースって多いんですよね。こうチャポンチャポンとその水分の中にポチャンって入ってて、食べるチーズなんですけれども、もちろんその水気切ってね食べるんですけど、モッツァレラってそのすごくもちもちした食感で満腹感も得られやすいですし、おすすめなんですけれども、よく噛みますからね。ただその液の中にですね、pH調整剤とかいろんなものがねやっぱり入ってるんですよね。で、あ、やだなと思って、こんな液に使ったチーズ食べたくないと思って、私なかなか手が出なかったんですけども、なんとなんといいものをね発見したんですよ。こちらはイオンのトップバリューの商品でですね、プレーンタイプの柔らかく裂けちゃうモッツァレラチーズということで2本入りなんです。こちらの原材料を見てみると、ナチュラルチーズで生乳と食塩だけでできていたんですよね。で、こんな風にしっかり真空パックになってますから、もう本当おやつにも便利ですし、ここは2つにこう分けると2つに分かれるんですけど、1本ずつおやつとして毎日1本召し上がってもいいかなって思うんですね。で、1本あたりが 26g でカロリーが 70kcal で、タンパク質が豊富で 6.0 も入ってます。で、脂質が 4.7 ですね。で、糖質が 0.7 ですから、もう本当にこれも糖質も低め、カマンベールに比べたらちょっとありますけれども、こちらも結構低めですからおすすめです。なかなかこのモッツァレラでね無添加ってなかなか見つけること難しいと思いますが、ぜひあなたのお近くにもイオンさんがありましたら手に取ってみてくださいね。そして、無添加ということで、今回私がですねやっと見つけたっていうのが、この中には入ってないんですけども、このブルーチーズです。これはフランス産のチーズになって、原材料が生乳とやっぱクリームが入るんですよね。そして食塩、でもこれも材料3つだけで無添加ですからおすすめなんですね。ただし 100g あたり熱量がですね、先ほどのカマンベールに比べたら 323kcal で、タンパク質が 17.0 で、脂質が高いですね 27.6 で、カルシウムが多いですね 461 ということで、若干クリームが入ってる、関係上ちょっとカロリーも高いですし脂質も高めかなって思うんですが、だったらですね食べる量を減らせばいいんですよ。たまには違う種類も食べたいじゃないですか。その時に先ほどの 50g とお伝えしましたけども、ちょっと若干ねこれでも8等分ぐらいの一かけとか召し上がっていただくと、もう全然 OK だと思うんですね。そしてあともう一つあるんですけれども、こちらも無添加だったのでご紹介しますね。ナチュラルチーズの原材料名が生乳と食塩のみで、イタリアのチーズです。こちらはですねイタリア産のパルミジャーノレッジャーノすごい名前です、それちゃんと言えました、ね、チーズチップスになってるんですね。で、こちらは24ヶ月熟成した超高質のチーズのイタリア産のパルミジャーノレッジャーノを手軽につまめ食べやすいチップス状にしていますということで、ちょっとこれはね美味しいんですよ。これもこれでただちょっと食べ過ぎにね注意、ちょっとパクパクって、ね、やっぱり言ってしまうんですよね。ついつい食べ過ぎてしまうぐらい美味しかったので、こちらも適量、1袋あたり 27g ですから、そうですね全部食べるとちょっと多いかな、やっぱり半分ぐらいでいいと思うんですね。1回につき1日半分を召し上がって、2日に分けて召し上がってもいいと思います。で、最後これ注意なんですけれども、じゃん、こちらです。
こちらはあの 100% のパルメザンチーズ、要は粉チーズなんですが、実はですねこの粉チーズってめちゃくちゃカロリー高いんですよね。一番チーズ高いから気をつけましょうっていう実はチーズなんです。ただいかがですか、これ粉チーズですかね、そんなにいっぱいわーとか食べないですよね。全部この一ケースをガバーとかね食べる方っていらっしゃるんでしょうか。いらっしゃらないですよね。ちょっと軽くかけたりとかサラダにかけたりとか、そんなので十分ですよね。ですからもちろんカロリーが一番高いですけれども、食べる量がそもそも少ないわけですから、そこまでね気にしなくてもいいかなって思うんですね。そして私こちらおすすめの食べ方は、もちろんその原材料名も生乳と食塩だけですからおすすめなんですけれども、私はこのパルメザンチーズ、要は粉チーズ 100% ですね、これを無添加のキムチに入れて食べます。またはそのパルメザンチーズとその無添加のキムチを混ぜたものを納豆のタレの代わりとして食べます。そうするとですねすごいんですよ。納豆もキムチもチーズもこれ全部何でしょうか、そう、痩せ菌が増える発酵食品なんですよ。トリプル発酵食品をね簡単に一品作れちゃうというものになりますから、ぜひこのパルメザンチーズはカロリーが高いけれどもそもそも食べる量が少ないわけですから、上手に日頃のお食事にトッピングされるといいと思います。さあいかがだったでしょうか。この動画では痩せるそのチーズの食べ方と選び方ですよね、そしてさらにダイエット効果が上がるその理由をお伝えしました。ぜひあなたのダイエットにもお役立ていただければと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。